今日白い巨塔の岡田准一版が最終回を迎えました。まあ結構財前五郎役を岡田准一さんがやるっていうことで、まあ放送前はあんな財前五郎じゃない、絶対イメージ違うっていう風に下馬評ばっかりでした。まあこっちもタミヤ二郎版唐沢俊明版をまあ見ているものとして、まあ今回は確かに地位や名誉を欲する財前が、前の財前五郎二人はどっちかって言えば本当にまあ非人道的というか、ミスを認めない状態のまんま亡くなっていったっていうイメージが強いですが、まあ今回のは最後はまあミスを認めたっていうわけじゃないけれども、ちょっと人間味が出てきた最後だったかなと思います。それに唐沢版とタミヤ版では自分の母親に最後の言葉って言ってなかったんですよね。タミヤ二郎版では亡くなった後に、というか亡くなった直後、母親が間に合わなくて泣き崩れるっていう場面がありました。で唐沢版はまあもう亡くなった後に母親が五郎の遺体を見てお疲れ様っていうセリフがあったところですね。でも岡田准一版はまあ最後のメッセージを電話で伝えられていたっていうところが、まあ今までになかった結構いい場面だったかなと思います。そしてまあ今回本当に松山さんがあんだけ財前にひどいことをされたり言われたりしても、やっぱり本当に親友だったんだなっていうのがよくわかりますね。多分財前五郎のちょっと非人道的な文を里見がたしなめたり友情を発することでうまくバランスを取れていたからこそ、ああいう名作になったんだと思っています、自分。それに最後松山さんの方の里見はどうにかして原発を切除できないかっていうふうに言っていました。今までのまあ里見はどっちかって言えばもう諦めムードというか、病床を見た時点でちょっと緩和ケアを選んでいたり、もうダメだろうっていう発言をしていたりと、ちょっとどっちかって言えば諦めムードだったんですけれども、なんとか五郎を助けたい、どうにかならないかっていう、今までにはなかった里見のセリフに本当に財前の親友だったんだなって思いました。まあ他の2つの作品に比べたら結構下馬評的には悪いっていう風なのはあったけれども、まあ僕個人としては楽しめました。今回の白い巨塔面白かったし、最後の2人の友情が垣間見えて感動したんで、今回
自分の感想を述べさせてもらいました。